ああ年々増えるな、バレンタインの贈り物。それだけ皆さんから信頼を得ているということですね。とりあえず保管室に一旦入れて。先輩、今のは保管室いっぱいなのを忘れてたな。ほぼ今のゾウさんのせいでは。マシキレイライト調査開始します。あ、待って、マシュ。ゾウさんがたくさん。ダレイオスが毎年くれるから。かわいそうなので解放します。ああ。今日はここを徹底的に整理しましょう、先輩。でも全部大切なもので。この巨大なチョコレート分は後で食べようと思ってるうちに次の年が来て。同じ同人誌が2冊ずつ、読む用と保管用ですか。それは初版と復刻ライト版みたいな。これはこんなにいらないのでは。寒い得意点とかでみんなに貸せるし。ロシアでも北欧でも使わなかったのに。いやだ、やっぱり捨てたり売ったり溶かすなんてできないよ。ギルガメッシュに頼んで蔵借りてくる。古代音をトランクルーム感覚で刺激しないでください。大丈夫、キャスターの方に頼むから。キャスターの方なら貸してくれる気がする。そういう問題ではありません。話は聞かせてもらった。そういうことなら私に任せればいい、ご主人様。メイドオルタ。掃除はメイドの役目、一瞬で片付けてみせる。本当に。え、掃除ってあなた何です。爆発落ちなんて最低。このシルエットは誰でしょう。あのサーバントかな。どうだろう。正解はこちら。わかったかな。次回もお楽しみに。よくわからん。